皆さんこんにちは、サルです。今回は Watts の新商品、組み立て式コンパクト焚き火台550円ですね。こちらの速報をサクッと紹介しようと思います。商品名が組み立て式コンパクト焚き火台、ジャンコードがこちらですね。はい、組み立て方法が載ってますね。まず前面以外の側面パーツの切り込みを合わせて図のようにします。次に底面のパーツを側面の穴にはめ込みます。そして3番目に前面パーツの左側の上下の切り込みを合わせまして、最後に右側の残ったところを合わせれば完成ということですね。はい、で使用上の注意点ね。屋外で使ってくださいとかね、この辺りを確認してから使ってください。発売元はエコー金属さん。品質ですが、材質は本体がステンレス、収納袋はポリエステル、紐がポリプロピレン、サイズが使用時で 9.5×9.5×8 ですね。これね、10センチ切ってるので、ちょっと今までにないサイズ感ですね。コンパクトですね。メイドインチャイナとなってます。これね、もう見た瞬間ね、こんな感じですよ。で、手のひらに収まるぐらい小さいので、ちょっとね、今までのこういうステンレス板を組み立てるものよりも一回り小さいような気がしますね。じゃあ早速開封してみましょう。もうねこれはね、ちっちゃいですよ、多分。出してみますね。お、そうですね、こんな感じですね。なるほど。これ側面が3つと前面が1つ、そしてロストルとその下ですね、灰受けみたいな感じでしょうね。で、ここに穴がねありますから、1つがロストルで1つが灰受けっていう感じなんでしょうね。ちょっとこうヘアライン加工のようなね、ステンレスになっております。結構分厚めですね、これね。これね、多分 0.5 ミリのステンレス板だと思います。なのでね、割としっかりしてますね。エコー金属さんね、昔からね、そういうものを作りますもんね。じゃあ、組み立ててみますが、まず、側面を3枚ですね。同じ方向から、組み立てるわけですね。この、組み立てる感じが面白いですね。で、こういう状態にできます。なんか作りやすいですね、これ。私が今まで持ってるやつに比べてもちょっとやりやすい感じです。こう安定してくれるので。で、ここにロストルをと灰受けを置いて、で、ここがね、難しいとこだと思ったんですが、確かにちょっと難しいですけど、そうでもないかな。やっぱちょっとここはもたもたしちゃうのが普通でしょうね、おそらくね。というふうに、正当化しておりますが、そんな感じです。はい。はまりました。この状態ですね。だから、こちらにね、灰受けがあって、1センチ弱の隙間があって、ここにロストロがあると。だから作りとしては、ここで燃やしたものの灰が下に落ちる。けど、地面に落ちずにここで止まる。っていう構造にしてることで、強度を作ってるんでしょうね。これ1枚だとね、どうしても、四角いボックスの形状を維持する強度がないので2つにしてるんでしょうけどね。よくあるのはこのもう一つの方が上の方にあってね、強度を保つやつがあるんですけど、これはね、下の方に2つあるので、そういうところがねちょっと特徴的だなと思います。そしてこの最後の前面パーツをはめれば終わりということで、まず左側を止めて、で、右側ね、これが硬いやつがよくあるんですけど、これね全然硬くない感じ。むしろね、やりやすい。やりやすいっていうか、大丈夫かなっていうぐらいね、緩い感じで入ります。おー、入りましたね。いやー、やっぱいいですね。あ、で、この側面のね、ちょっとずれたやつを戻してくださいというぐらいですかね。戻らない。失敗しました。戻らない。ちょっともう一回外して、コツがいるというか、ここまではいいんですよね、この状態まではね。で最後にはめるとね、こいつが下に行くもんだからね、穴にはめない、あれないんです、下から押せなくって。だからこれが下に行かないようにしてほしいんですよね。ということを考えて、ちょっとこっちから入れてみようか。そうだね、こっちからやった方がいいか。あ、そしたらできたね。そういうこと？このこっちか、今画面に向かって右側からはめると、この前面パーツが上から下に降りるんですね。前面パーツが上から下。そうすると反対側を止めるときは前面パーツが下から上に行くんです。下から上。そうすると板がずれても上にずれてくれるので押し込みやすいんですね、ということに気づきました。はい、だからはまりやすいんです。こんな風にね。なんか説明と違った？おかしいな。わかりました。このズレは手順3で左側の上下を合わせた後、手順4で右側を合わせるとなってます。ところが右側を合わせる時に、これ下から上に持ち上げるような図になってるんですね、右側が。だからこの場合はいいと思うんですけど、多分私がね、これ表裏を逆にしてるんです。だから違ったんです。どっちが表どっちが裏っていうのがね、説明がないというか見てもわからないので、その辺が原因ですね。これ表と裏のね、どっちが表でどっちが裏かっていうのはわからないんですが、ただ確かに表と裏を入れ替えると図の説明通りでいいと思います。ちょっとやってみます。表と裏、こっちが裏だけどこっちを裏にしよう。そうすると全て入れ替わってこうなるのか。これでさっきと同じとこまでいったよね。で、さっきと違うのは表と裏入れ替えてるので、その説明書の通りに、まず左側はこうなってるから、こっちじゃねつかないんですよ。こういう切り込みなのでこっちだと入らないんですね。だから必然的にこちら側、こっちだったら上からはまるので左側。そうすると右側をはめるときには、この前面が下から上に上がる向きではめるんですね。はい、となります。そうするとここがずれても上にずれてくれるので、押さえるとはまるということですね。はい、ということでした。ということで判明しました。この図細かいことをどうでもいいんですけど、図にね、最初は左側を止めろ、最後に右側を止めろと書いてるけど、これ正確じゃないですね。それ表と裏が入れ替わったら逆です。だから手順3はとにかく前面パーツを上から下に差し込む方にさせと。それが左側の場合もあれば右側の場合もありますよと。で手順4はこの前面パーツを下から上に持ち上げる切り込みの方に入れてくださいと。そしたらこのロストルがずれても上にずれますので、押せばはまるよということですね。はい、すいません、意見してしまいましたけど、ちょっと感想です。ということで、ちょっとね、予期せぬ苦労をしてしまいましたが、はい、こういう感じ。あのね、これ多分ですね、誰もが思うと思うんですけど、ほんとね、微妙に小さいです。微妙に小さい感じがします。そこがね、まあよく言えばコンパクトで可愛らしい感じですね。悪く言うとちょっとね、ここに焚き火、ここでね、なんか枝を折って燃やしたりするにはちっちゃいので、少しね、やりにくいなって感じるかもしれませんね。これね、ここの幅が6.2 ミリぐらいなんですね。6.2、やっぱちっちゃいですね。ということはですね、こう斜めを見ても9センチないぐらい、 8.8 ぐらい、かなり小さいので、小さいものが乗せやすいですね、これは。例えばこれシェラカップね、シェラカップ通常サイズはここが12センチなんです。でこの下がですね 7.4 か5あるんですね。ということはこの幅が 6.5 ですから、結構ここにね乗せやすいですね。シェラカップの底がきっちり乗るっていうのはね、ちょっと今までなかったサイズ感です。そうですね、これね、今までのものだったらシェラカップ乗せるためにはここにね何らかの網とか置かないとちょっと不安だったんですけど、そういう感じがないですね。やはりこれちっちゃいですね。今までのミニストーブだと、例えばこういうですねダイソーの丸四角網、こんなのをですね安定するために使ってたんです。ただこちらの場合だとこれ置いたらね、むしろ大きすぎるぐらいですね。まあ安心感があるというか、ずれてもいいよっていう風にしたいんだったらこれでもいいんですけど、これなくていけるっていうのはね、やっぱりかなりちっちゃくなりました。四角をのしてもねやっぱ大きい感じがします。これいらないですね。まあちょっとねこれびっくりですね。セリアの固形燃料ストーブですね、これですけど、これでもですねかなりちっちゃかったんですけど、直径が 7.4 くらいかなありましたので、これよりもですね小さいんです。だからこっちだとちょっと不安定だったんですけど、これだとね乗る感じになりますね。いやほんとちっちゃいですね。サイズ感的にはこんなもんですからね、めちゃくちゃちっちゃいですよね。ということはこういう感じのねアルコールストーブ330円でね、こういうタイプのものもですねちょっと入らないですねもう思いっきり入らないです。こんな感じです、知ってる人は知ってると思うんですけど、セリアの固形燃料ストーブの場合はこれがですねこんな風にまあすっぽりと収まって少し余裕があるぐらいだったんですね。はい、まあ、に対してこちらだとですねもう入らないですねぐらいのね、ほんとコンパクト、今までにない小ささですね。あとセリアのこういう固形燃料受け皿、これだと小さいから入りますね。あ、これは大丈夫です、大丈夫ですけど、これもですねサイズ的にはこっちがねかなり巨大に見えます。ここに入れちゃうとですね、うわでかって感じですね。あんまり使う必要なさそうな気がしますね。これ下に灰受けもついてるからですね、ここに直接固形燃料を置けるので、これもあんまり使わなそうな感じですね。こうなると当然この類のね真鍮製の入らないですね。もう絶対無理ですね。かなりねこれはちっちゃいですね。ということはこういうブルーのタイプのね固形燃料、こういうものであれば、まあ、普通にね難なく使えるというか、まあ、これはかなりねいい感じでぴったりなフィット感があります。これでねお湯沸かす分にはね、まあ、とっても問題なさそうですね。下のね灰受けなんかもちょっと安心です。でこれの一つちっちゃいやつねあると思うんですね。これぐらいのミニサイズのね、確か何ミリだったかな、こっちが80でこっちが40だったかな、なんかちっちゃいねやつ、これだったら入りそうです。あ、これぴったりな感じですね。あ、したがってアルコールストーブを使う場合はこれがちょうどジャストサイズだなと思いますね。これはいいと思いますね。固形燃料だったら通常のこういうブルーのやつ、まあ、このどちらかがね熱源としては便利かなという気がします。少し脇道にそれてしまいますが、これですねおもちゃみたいなねバーベキュースタンド12分の1、これね同じワッツで売ってたんで買ったんですけど110円、なんかモンターニュって書いてますね。でこういうものもねこれオブジェなんで飾って遊ぶためのものなんですけど、まあこれね金属なんですよ。一応鉄かな、ブリキですね、一応金属です。したがって可愛らしいね網っていうか、これパンチングの穴をね網のように模して置いてるのがとってもねセンスいいなと思ってね好きなんですけど、こういうものを使ってやればちょっとここに入れて立てて、これちょうどいいですね。そうするとこういう着火剤ジェルなんかのものをここに入れてで火をつけるというね遊びができなくもない、そんな感じですね。ちょっとやってほしい方いらっしゃったらね言ってください。全然やってみてもいいです。何かっていうとですね、これオブジェなんですよね。小さいのでそのミニストーブとしての機能がうんぬんっていうよりは、これねオブジェとしてね楽しむのが一番いいような気がしてきました。なんかこういうですねステンレス板をこう組み合わせることで、ミニストーブになりますよっていうねいくつか持ってるんですけど、その中でもね群を抜いて小さいので、これはちょっとこうおもちゃとしていいかなと。例えば、こんだけ小さかったらね、ちょっとデスクなんかに置いといてもねそんな邪魔にならないんですよね。ちょっとそうすると休憩時間にね次のキャンプを妄想しながらこれを眺めてね、ニヤニヤしたり、なんならこれ文房具をねここに入れて使ったり、なんでしょう、ビールとかねじゃがりことかそんなものを立ててもいいし、これもう一つ買って4面ともこの窓のないやつをねを使えばなんていうんですかね、スタンドのようになりますよね。そしたら、灰皿、タバコ吸う方だったらそういうものとしても使えなくはないですよね。なんかねこれ何に使おうかなってこう考えるのがね一番楽しい、そういうオブジェ、これはインテリア、そういう要素ですね。これはね多分それが一番楽しいと思います。ストーブというよりはね、こういうことを言うとメーカーさんとかね発売元さんどう思われるかわかんないんですけど、私は個人的にねこれは、今度からねちょっと机に置いていろんなものを入れて遊ぼうかなと、今の時点ではちょっとそんな風にね今考え始めております。それぐらいねこう可愛いんですよね。こうステンレスの板をね組み合わせるとこうボックス状のねストーブという機能を持ったものになるっていうね、このプラモデル感的なものと、なんかこうね、なんとも言えないこう楽しみがあるんですけどね、その辺がねこれのね魅力じゃないかなという気がしますね。はい、ということで今回ね動画前半ではこの組み立てにね予想外に苦労してしまいましたが、結論を言うとですね、このロストルの3面にはこの突起があっていいんですけど、一番手前にはこれなくていいんじゃないかなと思うんですね。あった方が強度的にいいんでしょうけど、あるせいで組み立て方を一歩間違うと非常に組み立てにくくなるということなんですよね。もう分かりましたのでね、今は右か左かじゃなくて、下から上にはめる方向で止めてやればいいということでね、克服できましたけど、なんならここを切っとけばねそういうことを考えなくてもねできるような気はしました。ということで今回は速報動画ということで遊んでしまいましたが、いかがだったでしょうか。この動画ねいいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。